秒キングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ルイージピコアムスアティブカールトローラーということで、このコース名調べたんだけど、全然意味がわかんなくって、訳し方を知ってる方いたらですね、ぜひ教えてほしいんですけど、でね、コースとは関係ないんですけど、最近知りたい級全然なくない？あったりしてもめっちゃ簡単な知りたい級だったりするんですよ。違うのよ求めてるのは違うのよ。鬼畜な死に大金を求めてるんだけどな、意外とそういうのって少なくって。で、今回ルイージに変えてまいりました。サムネがルイージだったもんね。なんか出てきてるよ、砲台。大丈夫ですか？あっ、いや、左のアンテナがまだクワッチャーあるよ。このアンテナ頼むしかねえ。何が出る？開幕花まさか開幕早々砲台からビッグ花が出てくると思わなかったね。さあ、ここは上か下か。上に行ってみます。こっちで合ってる。ほらほら、一本言われたよ。こっちで合ってんじゃない。熱い、来ました。このデカキノコ状態で土管に入っていけっていうことだね。さあ、進んでいきますか。ここはオーをしてすぐ上に行く。それ合ってる。大丈夫、当たったけど。あれ、砲台痛くなんないね。左にさ、チビ放題が出てきてるんだけど、もしかして土管に戻れっていう感じかな。そんじゃあ、ここはオンをして放題が出てきたよね。この放題に乗って土管に戻る、これが正解なんじゃないかな。あれ、でも塞がれてるね。この状態で戻ったら何か変わってるみたいな。なるほど、ここで、はっ絶対なんか出してくる。この放題絶対なんか出してくる。何出してくると思う？僕はね、パックンと思います。どうだ、何が出てくる？黒い方じゃあ、ここは戻らされたら早く右に進んで砲台をかわせっていう感じだろうね。さあ、進んでいきますか。ここはデカを解除しなきゃいけないのか。デカ解除して下に進む。そして次は右下にオープンブロックが隠れてんのが見えるんだけど、このオープンブロック打っていったり左に行こうか。ここでしゃがんでおこう。そしたら大丈夫。あっこれは合ってたんじゃない？ほらほら、熱いね。さあ、このまま下に行っていいと思う？上に行っていいと思う？下絶対まだと思うでしょう。でもこっちが正解、頼む。は？本当に合ってた？合ってたたまには下に行ってみるもんですね。上に行ったらブラパン落とされてたって感じでしょう。コンパスは円をかける。やばい、今日調子いいかもしれない。まさか下が当たるなんて誰もが想像してなかったよね。ここで一旦3本左に回する。そして上、合ってるでしょ？きっと合ってるよね。もう疑心暗鬼なんだけど。じゃあ、ここで中間ポイントを取って、ここも下に行くのが正解みたいな、そんな感じじゃないですかね。いや、違うか。じゃあ、地下ブロック早く復活して、さあ、進んでいきましょう。さあ、土管に入って、今度は上の土管に入るか。魚じゃあさ、あの魚、ジャンプして避けてみようか。上の土管入ってみる。あ、入れないのね。じゃあ、下に行って。あっつ。じゃあ、ここは右ダッシュして、バブルを返しろっていう感じだろうね。で、ここ今、なんか振ったけど、大丈夫かな。オープン振って、バネが出てきたけど、大丈夫かな。右下のバネ振っていい。行きます。何もなんねえのか。あのリフトは怪しい。絶対怪しいよ。この右上が正解。はっはっ終わったじゃねえかな。3本2人で仲良くこれからも暮らしますか。握手をしようぜ。友情撲滅じゃあさ、あの羽リフトで上に行けっていうことだと思うんですよ。上絶対なんかまだありそうなんだけどな。なんもないね。じゃあ、こっちで合ってんのか。ガーム、本当に合ってんのか。合ってなかったら許さないよ、こっちで。この唇魚。じゃあ、ここは右を進化して抜けます。そしてこのまま勢いに任せてジャンプ。そんでリフトに乗って右に進む。それで合ってると思うんだよな。そしてこれ取る。合ってる。熱い本当に合ってたよ。今日出したが正解じゃないね。じゃあさ、ここデカキノコを取らんで右上の土管に入れってことかな。それでもブロックが迫ってきてたよね。このブロック、あとで避けてくれるっていうわけで、さあ、靴を履いていきますか。これはどっかに隠しブロックがあると思う。なんもないのか。そしてここはカシャーンするか。いや、カシャーンしよっか。カシャーンしてこのまま当たって左に行く。これが正解なんじゃないの。頼む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 ってあっ、熱々熱々で、これでトゥルルって上に行けるんじゃないの。
今日マジで冴えてる。今日めっちゃいいね。うわどうしよう、せっかく USA 取ったからこの雲を抜いていくか。こっちが正解。完璧すぎる。今日マジで完璧すぎる。こんなにスムーズにいけたこと過去何度あったでしょうか。あ、流れを閉ざすな。じゃあここ上から行くなっていうことだよね。このキノコのとこに行って右上ジャンプ、そしてオンオフをして下のドアに入る。それで合ってるでしょ。頼む。よしよしよし、合ってた。これはチビになるのは確定だね。さあここで中間、あれ戻された。いや戻されてないよね。ここが中間ポイント2だよね。この先からなんか変わってるでしょ。ほら来ました。さあ進んでいきますか。次は何が待ち受けてるんでしょうか。はいって書いてるな。鉄球やっぱ来ると思ったよ。じゃあここは鉄球が来るより早く右に進めっていう感じだね。そんでオンオフをして、なるほどね、ここで落ちる魚を持ってくるか。もう一回オンをして上に行く。さあ鍵手に入れてるんだけど、上は何もない。うわ上行ったらこの音楽が流れたね。なんであのリフト乗ったらいけないよきっと。さあ鍵扉に入っていきますか。この先うえくっそ、あの鍵絶対いるやつじゃないんかな。絶対そうでしょ。このままキノコは取らずに、いや取っておこっか。あの P スイッチとした床がないもんね。なんでキノコ取って上に行くのが。じゃあさっき取れなかった鍵取ってみよっか。この扉入ってすぐジャンプすればいいよね。ジャンプ、これで鍵だけ。やるかこの、え、やるのか。ルイージ様に勝てると思ってるか。ここまで来いよ。シュッシュッ。一生避け続けます。クソ、上の鍵はおとりだったっていうわけで、ね、そんでさ、あのキノコ取ったら何もしないで上に上がって P スイッチを踏めと、そういう感じだね。さあ P スイッチを踏んで、あれ、あ、い、い、こい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 。じゃあ P スイッチ踏んだらあのブロックの場所で止まっておこう。ここでリンクが出てくるでしょ。来ました、ここでリンクで爆弾でぶっ壊してどっかに入れと、そういう感じだと思うんですよ。実はもう中間に今日は早めに撮ってるんですけど、もうすぐゴールがあるんじゃないかな。この辺が怪しくない？右に進めばゴールみたいな。なにこれ、走るだけみたいな。なにこれ、鬼畜すぎない？だから一回進んでみようか。このまま進、いやそんなに難しくないんじゃないので、右にこうダッシュし続ければ多分勝手に行けると思うんですよね。そして右下に進めばもうゴールがあるみたいな感じじゃないの。ちょっとこれひどい、これはひどいよ。大丈夫、あ、いや合ってる合ってる。この右が気になるけど、すっげー右の土管気になるけど、このドアで合ってるよね。さて CP1 って書いてます。あの CP1 嘘だよ。きっとチェックポイント1なんて戻さない。そうでしょ。ほらほら、でここで下にブロックがどうなってるんですか。なあどうなってるんですか。この先どうすればいいんですか。あ、え、マジで戻す感じ、嘘でしょ。え、こっから先どうすればいいんだろう。チェックポイント1この下はやっぱなんもないよね。あれやられちゃった。あれ、このチェックポイント1まで戻るって合ってたのかな。もしかしたら今やられたらダメだったみたいな、そのまま土管に入ればゴールできたとか、そんなんないかな。今戻ってきたんだよねここまで。そしてチェックポイントを取って一旦戻らされたと見せかけてこのまま土管に入っていく、それが正解みたいな。ほらほらほら、さっきのルートが違うよ。こっちが正解なんじゃないの。熱っ、ゴーバックイン。戻す系ですか。あなた戻す系好きですね。スタートからここはどういう死に体験を持ってくるんでしょう。チェックポイントに多分で死に体験を持ってくると思うんだけど、あ、いや、ワンチャンある。これ左下、うわ、ゴールはないよね絶対に。行ってみたい気持ちあるんだけどな。この下絶対なんもないよね。じゃあここでチェックポイント取ってやられて、あの土管に入り直してみよっか。じゃあここでもう一回左に戻ってみるよ。この土管に戻ってみる。そしたらどうなるんだろう。あ、鉄球いすぎ。大丈夫、このまま右に進んでいいんですか。どうなるんだろう、右に進んだら切った。
どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ジャストキープザバッシュ、イッツイズイージーということで、そのキープをキノコするんだ。そのキノコをキープしろ。それはとても簡単なことです。なわけねえだろ。絶対難しいよね。サムネの見たまんまだと思うんですよ。キノコを取って針の間のブロックのところでジャンプしながら進むっていうコースだと思うんですけど、絶対難しいよこれ。クリア率 0.97% だけど、それ以上の難しさがあると思うんだよね。とりあえず早速やっていこっか。やっぱりスーパーマリオのままゴールだね。いやでも気持ちは一発でクリアする気持ちでいくよ。まずここでキノコ取るでしょ。こっから右にダッシュして、ちょん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 。やった、ぶつけ。これ勢いがどんどんなくなってくるね。ということは加速が必須になってくると思うんだよね。一旦キノコ取ってさ、左から思いっきり右にちょん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 。誰か助けてこれリズムゲーだよ。タイミングよく行けばいけるはず。はい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 。ティルルティーティーティルルティーティーティルルティー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 。いや、ふざけてる余裕ないよ。クリア率 1% 未満をなめちゃいけないね。左から走ってってみよっか。あそこでキノコ取れるってことは、ここでジャン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 。でもこれでいけそう。さっきより勢いついてたよね。なんでスタートした瞬間一番左行くじゃん。そしてキノコを取った瞬間にタミング、タタ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 。くっそあと一歩だったんだけどな。次でいける気がします。今度こそリズムよくいこう。このゲームはリズム天国、そう思っていこう。タタ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 タ。もうちょっと早くリズム取れっていう感じだね。タタ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 。よっしゃこれは面白いね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。